PZL-23 試作3号機の PZL-23、3PZL-23 から主は1930年代半ばにワルシャワの PZL で設計されたポーランドの軽爆撃機、偵察機である。本機はドイツのポーランド進行期間中のポーランドの主力爆撃、偵察機であった。PZL-23 は ポーランド空軍のブレゲ19とポテーズ25を代替するために1931年に開発された。主任設計技師のスタニスロー・プラウスは、機上の提案だけで終わった旅客機 PZL-13 の設計を基礎にして、桁構造の代わりに軽量な平断面構造の主翼を持つ近代的な全金属製の機体を設計した。試作初号機の P23。 愛は1934年4月に初飛行を行い、試作2号機の P23-2 がこれに続いた。より良好な視界を確保するために操縦席の位置を上げ、エンジン搭載位置を下げた1935年の試作3号機 P23-3 がカラシュの名称で量産型に選ばれた。最初の量産型 PZL-23A はポーランドで ライセンス生産された出力 670HP のブリストルペガサスアム2製型エンジンを搭載していたが、このエンジンは信頼性に欠けることが分かったため、最終型の PZL23 バイトでは出力 720HP のより新しいペガサスエイトエンジンが搭載された。本機は全金属製、金属外皮の型持ち式低翼単容器という機体構造をとっており、搭乗員は パイロット、爆撃手、後部重手の3名で構成されていた。戦闘時の爆撃手の定位置は胴体下のゴンドラ内で、ここで胴体仮面の機関銃も操作した。固定式の主脚はスパッツで覆われており、その頑丈そうな外観に反して、不整地の飛行場には不適であった。主翼下には最大 700kg の爆弾を搭載することが可能であった。使用されたエンジンは、 標準出力 570HP、最大出力 670HP のペガサスアームに、標準出力 650HP、最大出力720のペガサス8の2種類で、どちらのエンジンでも2枚ブレードのプロペラを使用した。ライセンス生産のブリストルエンジンは、ポーランド国内向けのみの使用に限定され、輸出向けには、 PZL 設計のいろいろな機種に使用されたノーム、ローン14系エンジンが使用された。この14系エンジンを搭載した、PZL-23 の場合は機体に、いくつかの変更が加えられて、PZL-43 から主となった。最後の輸出型は、出力1 2 0 h p のノームローン 14N-01 エンジンを搭載した、PZL-43A であった。 合計で52機の PZL-43 が生産されたが、これらはすべてブルガリア向けであった。ブルガリアでは PZL-43、43A はチャイカと呼ばれた。新しいエンジンによりこの機体はかなりの性能向上を見せ、最大速度は時速 365km に増加した。1936年中には40機の PZL 23A が1936年遅くから1938年2月にかけて210機の新しいエンジンを搭載した PZL23 バイトが生産された。これらはカラシュ、A、と b またはカラシュアイト2と呼ばれた。すべての PZL23 には軍用番号の44.1から44.250までが割り当てられた。この機種のことは PZL P23 と呼ばれることがあるが、垂直尾翼に略して P23 と描かれていても P の記号は通常はジグムント・プワフスキ設計の戦闘機に与えられていた。1936年11月に一機がパリ航空省に展示され注目を集めた。この時期に PZL は部分的に PZL-23 の設計を元にした新しい系。 爆撃機の PZL-46 サムを開発したが、1938年に2機の試作機が完成しただけであった。また、装備翼と胴体内へ引き込みまれる改良型のゴンドラを備えたカラシュの実験的な派生型、PZL-42 も1機製作された。量産型の PZL-23A。ワルシャワ空港の PZL-23A カラシュ。 背後に駐機する PZLP-11 か PZLP-7 戦闘機に注意。1936年遅くに40機の PZL-23A がポーランド空軍に納入されたがエンジンの不具合により上昇限度が限られたことで複式操縦装置を取り付けて訓練任務のみに使用された。1937年から合計210機の PZL 23バイトが空軍に納入され、1930年代中に、ブレゲ19、ポテーズ25、ポテーズ27といった副容器を代替して、ポーランドの第一戦の爆撃、偵察機の主力となった。1939年8月までに23機が墜落したが、これは平均的な事故率であった。1939年にはこの機体は、 時代遅れとなっていた。主な欠点はその低速であったが、機動性の欠如もまた問題であった。1939年9月1日の第二次、世界大戦の勃発時のドイツによるポーランド進行期間中に、本機はまだポーランドの主力系爆撃機、偵察機の座を占めていた。114機の PZL23 バイトが実戦部隊に配備されていたのとともに、 戦時即成部隊で使用されていた PZL-23 もあった。PZL-23 バイトは核飛行隊が10機で編成される爆撃連隊の5個爆撃飛行隊と7個陸軍偵察飛行隊で運用された。これに加えてブルガリアから発注された2機の PZL-43A が挑発されてポーランドの第41飛行隊に収益した。 1939年9月2日に、第21飛行隊の1機の PZL-23 バイトが、ドイツ領への初の爆撃として、オーラウの工場を爆撃した。PZL-23 爆撃飛行隊は9月3日は、もっぱら、ドイツ軍の装甲車両の車列を攻撃し、その一方で、陸軍飛行隊の主な任務は偵察であった。爆撃連隊の5個飛行隊はこの作戦中に、 約52から60トンの爆弾を投下し、陸軍の飛行隊も同様に12トン近くを投下した。この機種の低速、貧弱な防弾装甲、特に戦闘機に対する弱さにより PZL-23 は甚大な被害を出した。多くはドイツ空軍の戦闘機に撃墜されたが、反撃によりわずかの敵機も撃墜した。 貧弱な走行にもかかわらず搭乗員たちはしばしば低空でドイツ軍の車列を攻撃して時期を敵対空砲尾にさらした。約20機が不正地の滑走路上で破損し、約120機の PZL-23 が1939年中に破壊されたが直接の敵の攻撃によるものは67機のみであった。ポーランド侵攻作戦中に ドイツ空軍が実施した飛行場のポーランド戦闘部隊に対する唯一成功した攻撃が9月14日のハニーキーに駐屯する爆撃連隊の PZL-23 バイトに対するものであったがこの攻撃で破壊されたのはわずかな奇数であった少なくとも21機の PZL-23 が1939年にルーマニアに引き渡され19機がソ連と戦う ルーマニア王立空軍で使用された。50機の PZL-43 と PZL-43A がチャイカの名で1946年までブルガリア空軍で訓練用に使用された。戦後にポーランドに残存する PZL-23 は1機もなかった。出展、諸原性能武装出展、諸原性能武装。ありがとうございます。